こんにちは、兄です。今日はですね、マンゴーのうまい畳み方をちょっとやってみたいと思います。ただうまい畳み方かどうかまだわかんないので、参考程度で見ていただければと思います。ではもう全部完全にこう開いちゃった状態からスタートします。下準備としてここですね。これがこういう状態でアームズチェンジしたときはくっついてるので、ここはもう全部こう引っ張って、ここですね、これを伸ばした状態にしていってください。肩の部分はこういう感じになってたと思うんですけども、これも全部下にこう入れ込んじゃうような感じですね。こんな感じでマンゴーの実の部分が内側に入るようにします。そしてこうですね、ここは全部伸びきった感じでこの中に入れます。で、その次ですね、マンゴーの、一番外側のこの枠ですね、これを畳んでいくんですけども、ここがこう動くので、これを全部開いた状態にします。で、ここパチンパチンと止めて、開いた状態でこう閉じていくと、ピタッと止まるので、で、これも上も倒しちゃいますね。で、ここの突起とここの穴を合わせてこうですね、それでパチッと止めます。そしたらですね、ここですね、この2つの可動部の部分の上の方で曲がるように折っていきます。こっちから向こうに力を加えるような感じで押さえていくと曲がりやすいです。ここの線とここにこうちょっとマンゴーの突起みたいなのがここにちょこっとあるんですけど、そこがこう乗っかるような感じに、こういう形になるといいです。そしてここからがちょっとコツがいるんですけども、2本の指でやっていくんですけども、こっち側の指でこの先の方を少し軽く押さえます。そしてこっちの指で、このグレーの部分を押さえます。こっちの指はこっち側に押していく感じで、こっちの指は下にこう押していくような感じですね。あんまり力はいらないです。少しこうクーッとこんな感じで、こういう動きですね。そうするとスポッとここにはまります。ここまでいくともうほぼ完成ですね。で、あとここを押すんですけど、ここにちょうどこの分割のラインがあるので、この線と同じ方向にこう押していくような感じですね。そうするとパチッといって、ピタッと止まります。こんな感じです。それではもう一度ざっとやってみます。はい、できました。現段階での僕の一番なんかこうやりやすいやり方なんですけども、もっとこういいやり方あるよとか、ちょっとそのやり方だとまずいんじゃないっていうところあれば、なんかコメント欄とかで教えていただけると幸いです。なかなかね、ちょっとこのマンゴー癖もんですよね。子供にやってって言われてもうまくちょっとこうね、できない時とかありそうですもんね。